ジェームズ・マクドネルは1899年にこの世に生を受けました。そしてその4年後、ライト兄弟が世界初の有人動力飛行を成功させます。マクドネルが成人する頃、世の中は航空機の登場に沸き返っていたのです。アーカンソー州に住む若きマクドネルは航空機の可能性に大いに魅了されます。マクドネルが9歳になる頃、ライト兄弟は時速80キロ以上、高度600メートル以上で1時間を超える飛行に成功していました。新時代の技術はマクドネル少年の心を捉えたんです。彼はマサチューセッツ工科大学で航空学を専攻。一方、陸軍予備軍のボランティアとして航空機の操縦を学びます。父は実験的な飛行にとても意欲的でした。空中で回転したり、地面のスレスレまで高度を下げたり、いろんな飛び方を試しました。また航空機用に開発が始まっていたパラシュートの実験に自ら志願したのです。第一次世界大戦の終戦直後、航空機がまだ珍しく、また危険だと思われていた頃です。実験では父ともう一人がそれぞれ航空機の翼につかまった状態で一定の高度まで連れて行かれます。そしてパイロットの合図で翼から降りるんです。それは魔法のような体験だったそうです。彼はハレルヤと叫びました。空を舞った時、自由な気持ちになったからです。彼が空で感じたのは神聖な気持ちでした。まるで神に会ったような感覚です。人知を超えた存在を感じ、その経験を生涯忘れませんでした。また彼は自分の考えや人生の目標、夢などメモに書き留めていました。マクドネルは生涯日記をつけていました。父の日記にはその日の出来事がびっしりと書かれています。未来的思考の持ち主で、常に将来を見据えていました。1925年の日記では、私は未知の世界とつながる分野の第一線で活躍したい。世界を探検し、発見し、創造し、自ら未来を切り開いていく。人類と自然界の謎を解く先駆者になりたいのだ。マクドネルは自然界の謎を解く存在でありたいと願うとともに、航空学の世界でリーダーになることを志していました。日記にはこうあります。私が目指すリーダー像とは、完全に自立した存在であることだ。そうなるには金がいる。金は商業活動によって作られるべきだ。それなら私は航空機の製造で身を立てるとしよう。マクドネルの大志は、ほんのわずかな人しか達成できないほどのスケールの大きなものでした。歴史に残るような最新鋭の航空機を生み出し、その分野に生涯身を投じたのです。父は目標をはっきりと掲げて、それに向かってとにかく突き進む人でした。当時アーカンソー州でマサチューセッツ工科大学にまで進学した若者はわずかですよ。製造業に進んだ父は何か作り出そうと決めていました。彼は試作機のパイロットを経てエンジニアとして働きました。手掛けた航空機の一つにフォードトライモーターがあります。トライモーターは自動車王ヘンリー・フォードが航空機業界に参入し完成させた民間機です。
フォードはさらにフォード社の愛称をもじったフライングフリバーという航空機も開発していました。彼を億万長者にのし上げた自動車モデル T のような大衆向けの小型機を作ろうとしたのです。マクドネルとフォードの関係はうまくいっていませんでした。今の状態には満足していない。フォードが私に対して心を開かない限りは私も自分をさらけ出せない。フォードは固くなでした。しかしフォードとの時間はマクドネルの最初の航空機のアイデアに生かされます。フォードは試作機の事故で友人のテストパイロットが死亡したのを機にモデル T のような航空機の開発を断念します。その後マクドネルは独立を決意。1928年に友人2人と自身初の航空機を作りました。若かった父は自分の使命や目標を他人にはっきりと伝えることが上手でした。そうして友人を説き伏せたのです。マクドネルの航空機で最も革新的だったのはフラップでした。これにより短い滑走距離での離着陸が可能になったのです。彼はこの航空機をドゥドゥルバグ、アリ地獄と名付けました。彼はこう語っています。航空機とは鳥を彷彿とさせる乗り物だが、私のものは違う。離着陸の仕方はむしろ昆虫そのものだ。この二人乗りの小型機の全長はおよそ12メートル。小さな庭に収まる大きさです。マクドネルは誰もが買えるような航空機を考えていました。当時彼は投資家にこう説明しています。安全で操縦が簡単、しかも安価なこの航空機は郊外に住む7000万人の足となることでしょう。父はアメリカ中で実演を行いました。個人の庭やゴルフ場に着陸してみせたんです。ただ時期が最悪でした。1929年に株価が大暴落し、世間の自家用機に対する熱は冷め切ってしまったのです。ある投資家に宛てた手紙には、ベストは尽くしましたが今世紀最大の不況です。しかしこの安全な航空機なら儲けを出せる自信は今でもあります。しかし大恐慌の波には抗えず、自家用飛行機の計画は露と消えました。そんな時代でも航空機に乗る裕福な人々は存在していました。1930年代、航空機の構造材は木や布からアルミニウム合金になり、乗客と貨物を乗せて大陸横断できるほどエンジンも進化していました。マクドネルはエンジニアとして再び幾多の航空会社を渡り歩きました。1930年代のアメリカの航空産業はまるで巨大なエンジニア養成学校でした。エンジニアたちは必要な技術を得るため会社を転々とするんです。その結果アメリカでは幅広い技術を持った航空機のエンジニアがたくさん育ちました。しかしマクドネルの目標は自分の会社を経営することでした。その時フォードの言葉を思い出します。フォードはかつてこう言いました。自分で会社を作って成功させようと思うなら少なくとも40歳にならないと無理だ。人間は40歳になってようやく独立するために必要な経験と知識が身につくのだと。マクドネルが40歳を迎えた1939年、世界は破滅の道を歩んでいました。ドイツがポーランドに侵攻し、ヨーロッパで第二次世界大戦が勃発します。この年マクドネルは自分の会社の設立を決めます。戦争になったら海岸沿いは攻撃されかねません。そこで父はアメリカの内陸部を会社の拠点に選びました。ミズーリ州のセントルイスです。航空機を愛する街です。セントルイスはリンドバーグに出資した町でもあるのです。スピリット・オブ・セントルイス号の由来です。
1939年9月にエンジニアを募集し始めましたが、なかなか集まりません。実績が何一つありませんでしたから。マクドネルはこう記しています。航空機の受注契約がないことには技術部は成り立ちようがない。1941年12月7日日本軍の真珠湾攻撃により、マクドネル社を含むアメリカの航空産業は大きな転機を迎えます。第二次世界大戦は制空権が海や陸と同様重要な意味を持った歴史上初めての戦争です。戦闘機や爆撃機、輸送機がアメリカ中の巨大な工場で製造されました。マクドネルエアクラフト社のような小さな会社にとって戦争は命綱でした。ダグラス社やボーイング社といった大企業から部品の製造を請け負うことができたからです。大企業が今まで自社で賄っていたような大きな仕事が下請けに回るようになりました。マクドネル社はダグラス C47 の安定板や方向舵の生産を請け負います。さらにボーイング B29 の与圧キャビンも手掛けました。戦争が激化するにつれて航空機メーカーでは需要を満たすため24時間のシフト体制が敷かれます。マクドネルは丸一日帰れない日もありました。オフィスのソファーで仮眠を取り、夜中のシフトが始まると工場に出向き従業員と話します。パジャマのままスリッパという姿で、彼は歩き回って会社を切り盛りしていたんです。彼はよその会社の下請け作業に忙殺されながらも自分で航空機を開発したいと思っていました。ついにチャンスが訪れます。陸軍航空隊が実験用戦闘機の設計をマクドネル社に依頼したのです。マクドネルは他社との違いを見せつけようととても意気込みました。マクドネルにとって待ちに待った機会でした。航空機技術の限界に挑むのは長年の夢だったのです。彼はここぞとばかりに誰も見たことがないような戦闘機の製造に取り組みました。マクドネルは長年温めてきたアイデアを設計に盛り込みます。空力性能を最大限に高めるため翼と胴体を一体化させ流れるような形状を生み出しました。その設計を見た陸軍航空隊は試作機2機の製造を依頼します。試作機は XP67 と名付けられます。 X は試験機を意味します。XP67 は空力効率を追求した試作機でした。滑らかな形で角がありません。突起物がないんです。見た目もよく現在のステルス機を思わせます。マクドネルは戦闘機の形に加えてエンジンにも最新鋭の技術を持ち込もうとしました。この試作機にジェットエンジンを導入しようと考えたのです。当時航空機はプロペラに動力を伝えるピストンエンジンで動いていました。しかしプロペラ機は速度に限界があります。プロペラの先端が音速に近づくにつれて衝撃波が発生し機体が不安定になるのです。ジェットエンジンはプロペラ機のような衝撃波を起こしません。エンジン内部に取り込んだ空気を圧縮して燃料と混ぜて引火させ前に進む力を生み出します。その結果高速で飛べるのです。1940年代初頭ジェットエンジンの開発は始まったばかりでした。しかしマクドネルは当時からジェットエンジンの方が従来のピストンエンジンより高く速く飛べると見抜いていたのです。ほとんどの人がジェットエンジンに見向きもしなかった当時、マクドネルはその可能性を確信していました。マクドネルはジェットエンジン開発のため陸軍航空隊と2万ドルの契約を取り付けました。そして契約が切れるとエンジン開発の研究を継続するため会社の資金を投じたのです。マクドネルはピストンエンジンに満足していませんでした。
その当時まだ実用不可能な技術に彼は着目していたのです。1941年12月のマクドネルの日記にはこう記されています。ジェットエンジン仕様の XP67 を提供。ピストンエンジンからジェットエンジンへ移行したことは大きな進歩でした。しかしどちらのエンジンを採用するかマクドネルに決定権はありませんでした。戦時中でしたからとにかく時間がありませんでした。デザインの段階から試験、実用化するまでできる限り早く行う必要があったのです。航空隊はマクドネルの提案を拒否し、従来通りコンチネンタルモータース社製のピストンエンジンで製造するよう指示しました。テストで XP67 は高評価を得ました。あるテストパイロットは全般的な操作性は非常に高く操縦しやすいと評価しました。ところがこの会社のエンジンはパワーが足りずオーバーヒートを起こしがちで致命的な事故を起こしかねませんでした。あるテスト飛行では左のエンジンから出火、着陸はしましたが機体は炎上しました。最初のテスト飛行でエンジンから火が出て機体が燃えてしまい契約は打ち切られました。しかしマクドネルの航空機は従来の発想を覆す航空機であると証明されたのです。人々に XP67 を見せることでマクドネルが独創的なアイデアを恐れない人物だということを示したのです。しかし試みは難航し XP67 の開発は試作1機のみで終了しました。その後マクドネルは大量のジェット機を世に送り出しますが、その基礎となったのは紛れもなくこの XP67 でした。大晦日のことでした。マクドネルが一人でオフィスにいると夜遅くに電話が鳴りました。1942年12月31日電話の主はシドニー・クラウス海軍少将でした。少将は電話に応答があったことに驚き、さらにそれが社長のマクドネルであったことに感心しました。クラウス少将は早くからジェットエンジンを推奨していました。電話の要件は海軍が航空母艦を基地としたジェット機の製造を各社に打診しているというものでした。マクドネルはもちろん参加させてくださいと言い、その翌日にはワシントンへ飛びました。この一本の電話がマクドネル社と海軍航空機にとって転機となったのです。海軍は変革の最中にありました。真珠湾攻撃の数ヶ月後、アメリカ軍は太平洋ミッドウェー沖の航空母艦から戦闘機で日本の艦隊を撃滅します。ミッドウェー海戦で行われた空母と航空機による戦闘は海軍の戦争の手法を大きく変えたのです。時を同じくして航空機にもジェットエンジンによって変革がもたらされようとしていました。ドイツ軍が世界初のジェット機ハインケル HE178 を製造し、イギリスとアメリカも追随します。これまでにないスピードを実現しました。戦闘機のパイロットにとってスピードは命です。ジェット機の登場でより早く飛べるようになりました。クラウス少将はジェット機がプロペラ機に取って代わるであろうことを予測していました。ジェット機は海軍の未来を託されたのです。海軍は空母にジェット機を搭載する必要性を理解していましたが、具体的な方法を見出せずにいたのです。問題となったのはジェットエンジンの性能そのものでした。ピストンエンジンは素早く動力を伝えるためすぐに機体を加速させることができます。一方当時のジェットエンジンは加速に時間がかかり、離陸するためには長い滑走路が必要でした。しかし海軍の航空母艦には短い甲板しかありません。しかも常に揺れていて不安定です。
空母の甲板からの発艦は難しく、着艦はより一層困難でした。パイロットは非常に短い甲板に着艦しなければいけませんでした。第二次世界大戦中は大変でした。うまく着艦できず、機体を損傷させることもよくありました。ただでさえ難しい空母への着艦、ジェット機ではさらに難易度が上がります。海軍航空局の人間ですら、空母にジェット機が着艦するのは不可能だと考えていたほどです。これがマクドネルとエンジニアたちに突きつけられた課題でした。マクドネルが提案したのは掃発機でしたが、海軍が検討していたその他の戦闘機は全て単発機でした。太平洋で空中戦を繰り広げていた海軍にとって掃発機は魅力的でした。開発段階のジェット機では特に片方のエンジンが故障しても帰還することが可能だからです。マクドネルは海軍にジェット機を導入するなら掃発の方が望ましいと思わせたのです。海軍は新型戦闘機に XFD-1 と名付けました。最も美しかったのは翼とエンジンの調和です。それは間違いなく XP-67 から引き継いだものでした。しかし XP-67 は空母に搭載する艦上機ではありませんでした。艦上機はより大きな負荷に耐えられなければなりません。負荷がかかるのは着艦時だけではありません。発艦時には油圧式カタパルトで機体を甲板に押し付け、静止した状態から飛び立たせるため、かなりの負荷がかかるのです。大晦日に海軍少将からマクドネルへ電話があってからわずか2年後、最初の試作機 XFD-1 は完成しました。艦上機について知識も経験もなかった人物がこれほど短い期間で最先端の航空機を作り上げたことは本当に驚きです。XFD-1 の名前はファントムに改められました。スピードを備え、亡霊のように現れては消えることができる戦闘機です。マクドネルは戦闘機に異世界の住人であるファントム、バンシー、ゴブリン、ブードゥ、デーモンなどの名前を付けようと考えました。このような超自然的な存在の名前が使われた点がマクドネルの戦闘機の特徴です。しかしファントムが空母でテストされる前に第二次世界大戦は終結しました。戦時下に急いで進められていたファントムの開発は終戦とともに終わりを迎えたのです。軍用機の需要は激減しますが、ファントムは違いました。ジェット機が未来を担うからです。海軍はジェット機が役に立つであろうと考えていました。海軍に先見の明があったからマクドネルは救われたのです。戦後の海軍とマクドネルは同じ考えを持っていました。生まれながらの好奇心によって型にはまった考えを打ち壊していったマクドネル。海軍もまた変革の最中にありました。終戦から10ヶ月が経った1946年7月21日、空母フランクリン・D・ルーズベルトはバージニア沿岸にいました。搭載されていたファントムにはパイロットのデビッドソンが乗っています。この空母搭載機としての適正テストでファントムの真価が問われます。合格できなければ海軍航空機の製造を担う未来をマクドネルは失うことになります。テスト当日、甲板には250人を超える海軍上層部や記者、航空分野の専門家が集まりテストを見守りました。甲板はおよそ120メートル。デビッドソンがエンジンをかけ車輪止めを外した瞬間、ファントムは空へと飛び立ちました。
多くの人が注目する中、ファントムは旋回し空母へ向かって着艦の準備に入ります。テールフックを引っ掛け、一度で着艦に成功してみせました。これではっきりしました。マクドネルと彼のチームは空母に着艦できるジェット戦闘機を作り上げたのです。ゼロからね。テスト飛行で着艦に成功したんですよ。それも一度目でです。信じられません。偉大な功績です。その場の全員が海軍航空機の未来を目撃したのです。第二次世界大戦が終結する一方、新たな脅威が現れました。後に核武装をすることとなるソビエト連邦です。その後、何十年にもわたる欧米諸国とソビエト連邦の冷戦によって、空前絶後の軍拡競争が繰り広げられます。マクドネルエアクラフト社は冷戦によって拡大しました。会社に課された使命は、ソビエト連邦と共産主義が勢力を伸ばし世界に台頭する事態に発展しないよう対抗することでした。日記にも記されています。我々が何もしなかったら、共産主義がこの世界を乗っ取るだろう。マクドネルは他の航空業界の実業家と同様、共産主義に対抗し戦闘機を生産することが使命だと考えました。アメリカはあらゆる戦闘機の案を募集しました。これから冷戦を戦っていくために必要となる戦闘機をどうにかして見出すには、リスクを取ることも恐れなかったのです。マクドネルは社員全員に協力を求めました。父はチームで働くことを信条としていました。よく社内放送を使って会社中にアナウンスを流していましたよ。第一声は決まって、チームの皆さん、マクドネルです、でした。父は従業員という言葉を嫌っていたのです。マクドネルは社員を知ろうと努力していました。ところが、会社が10周年を迎えた1949年に彼の妻が亡くなったのです。彼女が重い病気だったことを社員は知っていましたが、話題にはしませんでしたし、マクドネル自身も話しませんでした。彼は2人の幼い子供を抱えるシングルファーザーになったのです。母が亡くなったことは父にとって非常に辛い経験だったと思います。その後は良き父親であろうと奮闘していました。今振り返ってみると、実際素晴らしい父親だったと思います。そんな状況下でも生産のペースは落とせませんでした。すでに注文があった60機のファントムを納品する前でしたが、海軍はより大きく、よりパワフルで早く飛べる戦闘機を設計するよう依頼してきたのです。ファントムの成功に安心している暇はありませんでした。マクドネル社はより進化した戦闘機の開発を始めます。新しい戦闘機はアイルランドの妖精の名にちなんでバンシーと命名されました。バンシーはマクドネル社の一押しでした。順応性のあるシンプルな機体は操縦も簡単で、パイロットに絶大な人気がありました。海軍はバンシーを900機ほど注文。1950年に朝鮮戦争が勃発した時、それらはすぐに戦闘に使えるものでした。1950年、北朝鮮が韓国に侵攻します。その背景にはアメリカとソ連の対立がありました。朝鮮戦争で海軍の戦闘機は飛躍的な進化を遂げます。戦場が性能試験の場だったのです。バンシーも朝鮮半島に配備された空母から何百回も飛び立ちました。休む暇なく出撃し、輸送網、橋、道路、
トンネル、列車、それこそ牛車まで撃ちました。弾薬の輸送手段を断つためです。多くの戦争がそうであったように、より高性能な武器を開発するために兵士が駆り出されました。ほどなくしてソ連のミグ15やノースアメリカン社の F-86 セイバーなども戦闘に参加します。これらは全く新しいコンセプト、交代翼を持つ戦闘機でした。翼に交代角がつくことでより早く飛行できるようになったのです。機体に対して垂直の翼を持ったバンシーは時代遅れになってしまいました。海軍はジレンマに陥りました。交代翼の航空機を使いたくても、速度の速すぎる戦闘機を空母のデッキに離着艦させる術が分からなかったのです。空母で最新鋭の戦闘機を使用するのは難しいという現実に、海軍はまたも向き合うことになりました。そして最終的に海軍はマクドネル社に交代翼の戦闘機 F3H デーモンを作らせます。空気力学的なデザインは一見典型的なマクドネル社の戦闘機に見えます。しかし海軍は同社が採用してきた2機のエンジンを1機にするよう要求したのです。海軍のパイロットたちは2機のエンジンがお気に入りでした。空母に離着艦する時の信頼性が高いからです。しかしエンジンの性能が上がるに従い、軍はコスト削減を主張し、その結果エンジンは1機になったのです。海軍はウェスティングハウス社とエンジンを開発しました。デーモンはエンジンの推進力を考慮して設計されていました。しかしその肝心のエンジンが全くの期待外れだったのです。デーモンの失敗はそこでした。平時ならこれらの問題は解決されていたはずです。しかしすでに韓国上空にはソ連の戦闘機が入り込んでおり、軍は焦っていました。マクドネルは海軍に宛てた手紙でデーモンのエンジンが驚くほどパワー不足だと警告しています。しかし海軍はウェスティングハウス社のエンジンを変えず、60機のデーモンを発注します。最初の事故は1952年に起こりました。その2年後の3月には3機のデーモンが相次いで墜落してしまいます。これは普通ではありえない頻度です。デーモンの製造は中止され、飛行許可も取り下げられます。マクドネル社のテストパイロットまでが事故死していました。当時ワシントンでの議会公聴会において墜落の様子を聞いたマクドネルはこう言っています。この 2,3 年の間、デーモンのエンジンを信頼できると思ったことはただの一度もなかった。だがウェスティングハウス社は彼らのできる範囲でベストを尽くしてくれたと私は思っている。上院委員会の議長も朝鮮戦争のプレッシャーで過ちが生じたと述べました。海軍は残っていたデーモンをパイロットの地上訓練機としてメンフィスに引き渡すよう命令します。デーモンの機体はセントルイスの街中を牽引され、メンフィス行きの船に積み込まれました。マスコミはマクドネル社が飛べない航空機を作ったと大げさに書き立てたのです。父の立場に立ってみてもあれは失敗でしたね。この一件は苦い教訓となりました。しかし最新鋭戦闘機の開発を続けるこの業界では、失敗も可能性につながるのです。50年代初頭、マクドネル社は名誉回復の道を模索していました。しかし屈辱的にもデーモンのエンジンで失敗を出してしまったことで、海軍との次期ジェットエンジン戦闘機の契約を逃してしまいます。デーモンの失敗によってマクドネル社の代わりに浮上したのがチャンスボート社でした。同社の F-8U クルセイダーは海軍で目覚ましい活躍を見せました。マクドネル社は可能性を失ったかに見えましたが、転機が訪れます。1953年、超音速で飛ぶ長距離迎撃機の契約を空軍から勝ち取ったのです。ブードゥーと名付けられたこの戦闘機は
最初のフライトで音速の壁を越えた世界初の航空機でした。当時のことをテストパイロットが振り返ります。とにかく最高でした。あんなに高性能の戦闘機は初めてです。速度の世界記録もその時出しました。それに何よりも加速が他と比べ物になりませんでしたね。ブードゥの成功はマクドネル社の高い技術を証明しただけでなく、新しい顧客の獲得にもつながりました。それは空軍です。当時企業は空軍か海軍のどちらか一つと契約するのが普通でした。グラマン社は海軍から、ボーイング社は空軍から、しかしマクドネル社はその両方から契約を取ったのです。しかしブードゥだけではまだ経営が万全とは言えません。冷戦の影響で開発競争が激化し、航空機の性能は日々進化し続けたのです。あるおとぎ話に、別の場所に行きたいなら人より早く2倍の速度で走れという言葉が出てきます。マクドネル社にも新しい計画が必要でした。マクドネルは海軍用の新しい戦闘機、誰も考えつかないような戦闘機を開発するため、自分の資産を会社に投資します。マクドネルは常に先を読み、チームの者もそうしてくれることを望んでいました。彼らは海軍のパイロットと膝を突き合わせ、要望を直接聞きました。マクドネルのチームはバンシー、ブードゥ、さらに失敗作だったデーモンからも使える技術を全て設計に生かしました。そしてついにファントム2を作り上げたのです。ファントム2は当初サタンという名前になる予定でした。しかし広報が彼に言ったのでしょう。その名前は一般受けしないってね。海軍は渋々試作機2機に資金を出しました。この戦闘機にはゼネラルエレクトリック社の新しい J79 エンジン2機が使われました。これは大胆な選択でした。航空宇宙産業界には新しい機体には古いエンジンを組み込むという暗黙の了解があります。新しい機体に新しいエンジンは使われないのです。しかしマクドネル社は慣習を変えたばかりか、設計においても思い切った提案を試みました。会社内部では海軍の意向は考慮せず、複数の機能を持つ機体の開発を進めていました。これまでの海軍は目的別に戦闘機を開発してきました。空中戦用、爆撃用、そして偵察用などです。多機能型の戦闘機を考案するということはマクドネル社にとって賭けでした。軍の伝統的な考えに対する挑戦だったからです。彼は軍の偏った体質を変えたかったのですよ。マクドネルは自身の数百万ドルもの資金を F4H ファントム2の開発にかけました。戦闘機の固定概念を壊そうとしたのです。多くの人が眉を潜めました。ずんぐりとしたフォルムや上に沿った翼の形など従来の戦闘機とは全く違っていましたからね。競合の相手はチャンスボート社でした。すでに海軍の信頼を得ていたボート社はシングルシート、シングルエンジンの新型クルセイダーを用意していました。両社の戦闘機はエドワーズ空軍基地で海軍のパイロットによるテスト飛行を行いました。クルセイダーはファントムより操縦しやすいという評価でした。しかしファントムにはそれを上回る長所がありました。ファントムには操縦席が2つありました。これまでの常識を覆す戦闘機だったのです。パイロットが2人いれば柔軟な対応ができます。1人に様々な負担がかかることもなくなるのです。常に後ろに誰かがいてくれると安心感があります。レーダーや計器のチェックも任せ、操縦することに専念できるからです。パイロットを2人にしたマクドネルの戦略は見事に当たりました。そしてファントムの新しいエンジンもその性能をしっかりと証明しました。この数十年失敗から始まり、エンジンの信頼も失いましたが、あの失敗がなければこれほど素晴らしい戦闘機は生み出せませんでした。ファントム2は海軍との契約を結びます。さらにその性能と柔軟性は空軍だけでなく海兵隊をも唸らせ、双方から発注を獲得します。
統合攻撃戦闘機という概念ができる前に完成されたのです。ファントム2はベトナム戦争中も同盟国の戦闘機の要として活躍しました。その多機能にわたる性能の高さに畏敬の念さえ抱きましたよ。ファントム2はベトナム戦争中に高額な値段で大量に取引され、最終的に5000機以上のファントムが生産されました。これは現在においても驚くべき生産数といえます。 F4 ファントム2はまさにこれまでに製造されてきたジェット戦闘機の最高峰です。間違いなく驚異的な戦闘機ですよ。1978年5月24日マクドネルが会社を立ち上げてから実に39年目にして5000機目のファントムが空を舞いました。かつて若きマクドネルはその探求心と強い意志を持って未来の航空業界を牽引したいという夢を持っていました。そして79歳になるまで彼は数々の素晴らしい航空機を生み出し、航空宇宙史に名を残す人物となったのです。父はとても使命感の強い人でした。きっとそれが父を突き動かす原動力になったのでしょう。この世界のために何かをしたかったのです。人々は成長し物事を成し遂げ、未知の分野を開拓するためにこの世に生を受けるのだとマクドネルは信じていました。1980年、マクドネルはこの世を去ります。マクドネル社はアメリカ初の有人宇宙探査機や旅客機、そして F-15 イーグルのようにジェット戦闘機の代名詞と言っても過言ではない進化した戦闘機を今も作り続けています。しかし中でもファントム2は別格です。この戦闘機はマクドネルの理想そのものなのです。頑丈で力強く、いかなる場面でも活躍できるこの戦闘機は初飛行から60年経った今でも第一線で活躍し続けています。そしてファントム2はマクドネルが異世界の住人の名を付けた最後の戦闘機なのです。